ゲオルグ・カルロビチ・オッツはソビエト連邦の舞台劇歌手、オペラ歌手。ゲオルグ・オッツは1920年ペトログラード生まれ、父はテノール歌手であった。1938年、タリンのフランス理セを卒業。その後、士官としてタリンの軍学校を卒業する。1940年にタリン工科大学に入学し、1941年に建築家として、 初級クラスを卒業。水泳を得意とし、1939年、1500メートルのエストニアチャンピオンになる。翌1940年には、競泳200メートル、リレージ由型でエストニアチャンピオンになっている。1941年に赤軍に動員される。タリンからシベリア号でレニングラードへ。 軍隊編入のため送られる。8月18日にゴーグラント島付近で船がドイツの機雷爆撃に遭う。オッツは機雷総海底で総海活動にあたる。レニングラードからは鉄道でチェリャビンスク近くのズイリアンカに送られ、軍務に着く。その鉄道駅で舞台監督のピピルドロースに会い、彼が結成したヤロスラブリエストニア芸術アンサンブルに加わることに。 なり、そこで、初めて専門的な声楽訓練を始めた。1944年に、タリン音楽学校へ入学し、外部学生として2年間学んで卒業した。その後タリン音楽大学で、ティートクーズイクの下で学び、1951年に卒業した。1944年、コーラス歌手。1945年からは、エストニアオペラバレエ劇場のソリスト。 歌曲と舞台歌手として出演する。ソビエト連邦域内と国外の各地で出演した。1951から1952年にはタリン音楽大学学長。1974年には同音楽学校のオペラ学科を率いた。また同年からはエストニア劇場連盟の議長となる。1972年には にかわがをわずらっていることがわかり、8回の手術を乗り越えたが、1975年にタリンで死去した。墓はタリンのレッスノの絵墓地にある。ありがとうございます。